しそうな企画ですね。どんどん質問ください。せっかくのお誕生日、ドジなしで乗り越えます。汚れが頑固になる前に毎日きれいにしましょう。いろいろですが、最近はお悩み相談に乗ったりも。内緒ですよ、あなたには特に。ミニゴーレムさんたちが力仕事を手伝ってくれました。普段お世話になってる人に恩返しがしたいです。今日一日じゃ足りないくらいですけど。みんなで温かいお鍋をつつく時間が大好きです。最近は救護員の子たちにボードゲームを教えてます。雨の日でも遊べるからみんなも喜んでますよ。失敗は多いけど、ズルやサボりは絶対しないです。これからも精一杯お仕事頑張りますね。ところで何か変な音がしませんか？